これはすごい発見をしてしまったかも。ハンバーグに余ってたチーズを入れてみたんだけど、これすごく美味しいです。とろーっとしたチーズがお肉を包んで、口の中でジュワーってジュワーって、名付けてチーズ入りハンバーグ。きっと人気が出るよ。あ、もうこんな時間。今日はあのお客さんたちが来る日だったよね。二人にもこれ出してみようかな。とりあえずお迎えの準備しようっと。あ、来た来た。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。ガオー、こんばんご飯。パーソナリティの古賀葵です。週末にですね、いろいろこう地方に巡らせていただいてましてですね、別の作品にもかかわらずサンラジいつも聞いてますっていう方とかがすごいいっぱいいて、なんかこの全国各地にもこのリスナーさんがいるんだなっていうのを知れてですね、本当にもうありがたい幸せな、あ、ごめん古賀ちゃん、あ、本当にごめん。あ、全然いいですよ、待ってました。本当にごめんね、あの、あれだったの。で、電車が違う、朝ちょっと朝あれしますよね。毎朝毎朝毎朝あれしますよね。やっぱヨガ、いや、ずっと意識高い。そんなことしない。遅れてんだから。あれじゃない、通常みんな男性でもする。男性でもする。そうよ、する人はね、する人はするわ。歯磨きそれはみんなして。男性がどうとかじゃないわ。あれよ、あれ洗顔。もう一個先、もうあれよ、ね、先じゃあ聞く。あ、正解は笑顔の練習するでしょ。コカちゃんだったらするわよね。するって言って早くお願いします。そうよね、今日はよろしく。そんな、本日のゲストは天下百剣山長篠一文字役の東内真理子です。イエーイ。いや、すごい楽しい、いい番組。すっごい楽しい。私から楽しんでいただいてる。よかった、すごい素敵。よかったです。じゃあこんな感じで今日も元気にスタートしていきます。略してザンラジ28年目、せーの、いただきます。はい、この番組は稲葉郷ちゃんと超仲良しな私古賀葵が明治館にお邪魔して、天下百剣ザンの声優さんとおしゃべりして、ラジオドラマもやっちゃうという砂防でワイワイ系おしゃべりラジオでございます。はい、なんか私こういう、なんだろう、かっこいい女性っていう感じの彼すごい憧れるんです。いやいやいや、私はもうこんなに可愛く生まれてたらもっと人生違ったなって本当に思いますね。いや本当にもうガオちゃんのこの顔になってたら私もっと大手振って外歩いてるんで、いいなって思います。そんなことない、めっちゃ可愛いなって。そんなことないです、なんて優しい人なんだ。今日あれですもんね、あの飛び入って最初にお会いして、はい、本当に顔可愛いですねって確か言った覚えがあって、でもその時あのマスクをかけてたんで、そう顔の3分の1だけ、でも3分の1でこんな可愛いんだからもう絶対可愛いと思って、いやしたらすごい可愛いから、いや羨ましいです。神がいる。嬉しい、こんなにいい気分で始めていいんですか、ラジオ。嬉しい、だってすごい可愛いから。めっちゃ可愛いって言ってくれる。あ、そうだそうですよ、本当に私のことばっかりの。マリコさんのこと聞きたい。あ、そう、あのですね、いろいろそのこんなに気さくな方だっていうのはもうね、隊長の皆さんにも伝わったと思うんです。なんでちょっとさっき話してた、あの幽体離脱の最近つけておっしゃってたね。そうなんですよね。それすごい気になるから聞いてみたい。最近ちょっと幽体離脱にハマってて、はい、そのなんていうんですかね、あの、ま、正確には幽体離脱をできてるとは私だってね思ってないんですよ。やっぱりもう、ね、御年29ともなるとね、それぐらいは分かってるんですよ。ただあの、なんでしょうね、夢をちょっとコントロールできるみたいな感じなんですよ、ね。はい、だからその幽体離脱をしている夢を見るのをがハマってるみたいな感じで、今のところ 1,2 週間試してて、はい、1回だけ成功して、うわ、剥がれたんですか。剥がれましたね。うわ、すげえ、すごい飛びましたし、すごい良かったです。 おすすめです。めっちゃ楽しいから、ちょっと詳しくあの後で根本を教えて。でも簡単に検索したら出てくるんで、もうすぐ出てきます。もうトップで幽体離脱やり方みたいなのもすぐ出てくるから。ポピュラー。そう、みんなやってんだと思って。当番組はですね、はい、天下百剣山のラジオですのでね、はい、もう作品のこともズバズバ聞いていきたいと思います。はい。はい。ズバリ、長篠一文字ちゃん、どんなみつるぎちゃんですか。
そうですね、はい、やっぱりそのかっこいいっていうのがやっぱ一番ですかね、はい、であとその何ですかね、現実感があるというか、あ確かに、その結構考え方もしっかりしているし、なんかいいところばっかり見てこれまで来たんじゃないんだなみたいな、いろんなものの裏表を見て、ここはこういういいところがあってでもこういう悪いところもあるからみたいな、それ両方ともちゃんと見られるような客観的なところを持った大人なみつるぎちゃんだなって思いますね。へ、確かに後輩に慕われる女性感がすごいあります。確かに確かに、はい、常識人だなって思いますね。やっぱりちょっとぶっ飛んだ時もたまにありますけどでもすごく素敵な憧れる感じがします。いやすごい、だからあのおお、まあ、やって、はい、役をやって、あこんなに素敵な人の声当てられて、うん、わ嬉しいなって思いましたね。素晴らしい、素敵なコメントです素晴らしい。じゃあなんか収録の時とかで、はい、なんか印象に残っていることというか。そうですね、あの私が今その結構しっかりしてるとか、はい、常識人みたいなイメージがすごいあるから、うんうんうん、それを根底にすごいやるんですよね、はいはい、でそうするとそのちょっと好感度があるようなシーンとかも、はいうんうん、なんかしっかりしちゃって、うんうんうん、でそのこの前あの撮った時に、はい、あのちょっとそれじゃあ男の人は全然燃えないかな、ちょっと燃えるためにもう少し恥ずかしがってもらえるみたいな言われて、あ男心難しいなと思ってでもなんかこうちょっと恥ずかしがってみたところ、それって言われて、これかと思ってやった覚えありますねぜひこの機会に、絶対やってくれよな今週の照れ出してるから絶対聞いてくれよなあとですね、はい、あの作品が明治時代をこう舞台にいろいろ繰り広げられてるんですけど、はいはい、マリコさん時代劇がお好きだと。そうなんですよ、時代劇がね、時代劇お好きなんですよ、刀とか、はい、もともと好きで剣道もやってたので。あそうなんですね、かっこいい。じゃあ流しのおちゃんは刀として知っては。名前は知ってましたね。ただそうなんですね、どんなものかみたいなのとかは、うんうんうん、あの分かんないんですけど、うんうん、名前で見たことあるなってなったんで、わすごいって思いましたね、素敵素敵ザンラジ。それでは最初のコーナーに行きましょう。お花見集10箇条のご質問。こちらはですね、ゲストの方をもっとよく知るために、うん、こちらにですね10個の質問が用意してあるんですけど、一問一答で答えてもらうコーナーになっております。おい、回答時間がありまして、おい5秒以内にその質問に答えていただき、この中からですね、あーはーはーはい、質問を1個ずつ取っていきますので、はい、こちらに答えていただきます。おい、そしてですね、おいあですそしてです、はい、いやいやいや、じゃあ頑張りますよ。違うコーナーと混じってしまったそれではじゃあ今から、はい、いきたいと思います。はい、それでは10箇条のご質問スタート。今ハマっているものは。幽体離脱とクイーン。最近の発見は。発見、ね、ラム肉は太らない。ほ、第一印象でもたれがちなイメージは。酒が強そう、あ豪快そうちょっとした特技は。あどこでも鳥肌が立てられる。最近待て待てと突っ込みたくなったことは。トイレで男子に間違われた。東内家の掟は。誕生日は絶対家にいる。かっこいいと思うカタカナ語は。セントバーナード。遅刻がバレなかった時の心の声は。あやったぜ忍者が言いそうなことを言ってみて。しめしめ素敵な掛け声とともに聖剣付きをお願いします。おどっさい終了どっせいでまさか縛るとクイーン、すごい、私も最近ハマってて。クイーンいいですよね、はい、もうボヘミアンラプソディちょっとあれ噛んだけどもう一回言ってきます。ボヘミアンラプソディ、その通り、まさにその通り。いやいやすごいよかった、ね、アカデミー賞もね、はい、クイーン好きな方々からしたら全然ひよっこだと思うんですけど、はいうんうん、私も一応5回見に行って、うんうんうん、普通に見るの と、応援上映 と、はい爆音上映と極音上映みたいな、いろんなので見に行って。すごい、そういうのがあるんですね。ありましたありました、あのライブの
音響でやってるから、はいはい、すごいライブシーンはかなりライブ感があって、あ、もう本当にその場にいるような、そうそうそう、すごい良かったですよね、いいなクイーン本当に今ギュンとハマって、じゃあ第一印象でもたれがちなイメージ、はい、豪快、お酒が強そう、そうですね、もうすっごい言われますね、お酒強そう、強そう、いっぱい飲めそうとか、うんうんうん、もう全然飲めないんですよ、あ、そうなんですね、そうなんですよ、なんかビール大好きそうみたいな、私炭酸飲めなくてビール飲めないんですよ、はい、そうなんだ、そうなんですよ、であと結構味のついてる飲み物があんまり好きじゃなくて、はいはい、だから一番は水が好きで、はい、結構いろんなお店とか行くと最初にお水出てくるじゃないですか、はいはい、私これが一番好きだからもう他頼むものないんですよ、あ、ちょっと意外です、でも本当ですか、飲めますか、はい、飲めるんですけどすごい弱いんですよね、あー、かわいい、いやそうだと思う、もう一つ、はい、最近突っ込みたくなったこと、はい、びっくりしました、男性とまさか、いや、その日、はい、すごい高いヒールをまず履いてたんですよね、うんうんうん、はいはい、今日もそうですけど、そうですね、うんうん、だから大体このヒール履くと174ぐらいになるんですよ、おー、あー、なかなかいい、で、プラスそのマスクをしていたから、はい、もう完全にこう、それこそさっきの顔の3分の1しか見えてなくて、で、ショートカット で、うん、でかなり大きいパーカーを着てたから、だから多分本当に男性に見えちゃったみたいで、なんか一回こう、焦ったような感じの女性がバッて入って、はい、私見て、え、あ、って外見てあーって入ってきて、もしかしてと思ってちょっと なんとも言う失礼なんだ、まあでも多分髪が長ければもう全然そうですね、思われなかったと思うんですけど、あと顔が全部出てればね、やっぱ3分の1ですからね、うんうん、そんな感じだったかもしれない、そんなお綺麗ですよ、でも優しい、ありがとう、嬉しい、今日来てよかった最高、幸せ、嬉しい嬉しいマリコさんの機嫌が良くなったところで続いての講題に行きます。続いては、ふつおた。今週もですね、隊長さんたちから心のこもったお便りが届いているので、はい、読ませていただきたいと思います。はい、マリコさんにも読んでもらいます。もちろんです、ありがとうございます。はい、ではまずいきます。隊長名、かがりこうじさんからのお便りです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。小賀さん、東内さん、こんばんごはん。こんばんごはん、はじめまして。あ、違う初めて大きく意味変わってきましたね本当に失礼しました、初めてこのラジオにお便りを送らせていただきます。もう、実は僕はついこの間天下百軒ザンを始めました。あら、新しい隊長さん、すごい、ゲーム自体は昔から知っていたのですが、なかなか手を出せませんでした。稲葉郷ちゃんや長篠一文字さんを含め、うん、これからどんな蜜剣ちゃんたちと出会えるのか、ワクワクが止まりません。という、いやー、なかなか手出せなかったわけですからね。そうですね、何えいって出すきっかけがあったわけですからね。あったんですかね。なんだったんだろう、うん、でも良かったですね、こういろんなね、これから推しのみつるぎちゃんを見つけていただいて。本当ですね、うん、本当にね、長篠一文字ね、いいんですよ、いいんですよ、しかもいいんですよ、お衣装が本当にね、けしからんですよ。いや、そうなんですよ、本当に、なんだろうな、全然守れてない本当にそうなんです、いろんな魅力を知っていただきたい、はい、じゃあもう一通読ませていただきますね。はい、隊長名、ボスメデさんからのお便りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小賀さん、東内さん、こんばんごはん。こんばんごはん、ご飯に関連する話なのですが、うん、私は長篠一文字が仕留めたイノシシのボタン鍋を振る舞ってくれるエピソードが大好きです、うん、今までは蜜剣として距離を置くような接し方をしてきた長篠一文字が、食事を境に嫁ポジションにまで急激に間合いを詰めてくるシーンに胸を打ち抜かれましたさすが銃の名手の長篠一文字です、うん、そこで小賀さんと東内さんに質問なのですが、うん、得意料理はありますでしょうか。教えていただけると嬉しいです。なるほど、ありますか、得意料理。得意料理はなさそうだな多分ないな、この感じおにぎりを握るぐらいはできますよ。あ、いいですね。何を隠そう、私も料理ができないので、おにぎりなんて最高に料理ですね素晴らしい。だってまず米炊いてるわけでしょ。炊いてます、炊いてます。米洗ってるわけでしょ超料理、最高、素晴らしい。まずね、ちょっとこう炒めるぐらい。あ、炒める、フライパンまで出せます。そうなんですよ、もうプロプロ料理人と言っても過言ではない、素晴らしい、いいなハードルが。最近その突然オムライスにハマって、わ、オムライスだけ作れるようになりましたね。オムライス好きなんです。あ、本当ですか、はい、
すごいうまく作れます。オムライスだけね。作ってほしい。なんかみんながいろんなの作るのか、私オムライスしか作ってないから、オムライスだけの経験値がこう上がってってるんで。素晴らしい。すごい。あのなんかちょっとふわっとさせちゃう気がする。あ、私ねふわっとするの苦手なんでね。ちょっとあのなんか薄焼き卵派なんですよ、はい、お母さんの。いやでもほんとガオちゃんのために練習します、ね、やったー。こうなんかトントントンってやるやつですよね。練習しておきます。やったいただこう。おにぎり作ってください。わかりました。じゃあおにぎり持っていきます、うん、楽しみにしてます。ということで、今回はですね、あのゲストが流しの一文字さんということで、はい、こんな企画が届きました。バッキュン、かわいいもの銃撃戦。はい。おお、わかんねえ。わかんねえだろうな。はい、こちらですね。どんな企画かというとですね、うん、あの流しの一文字ちゃんといえば銃の扱いが得意なみつるぎちゃんです。そうですね。はい、バトル中のセリフでもバッキュンっていうのあります。あります。はい。そこで私たちの手元には、うん、この可愛いものが書かれたリストがあります。ありますね。はい、こうそこからこう選んでですね、うん、その可愛いものの名前を言いながら相手に向けてバキュン撃ちます、はい、撃たれた方はそのお題の可愛いところを言いながら撃たれたリアクションをします、うん、交互に打ち合ってどちらがやられながらもこう可愛いところを言えたかっていうので判定をつけます、うん、ほう、判定を。いやーこれねー全然できる気しないんですよね。なんかいけるかな。可愛いものはちなみにお好きですか。いやー可愛いもの、可愛いものが好きっていうか、好きなもの全部可愛く見えてくる方がありますね、はい、なんかガオちゃんとかすっごい可愛いなって思うし。ですか。じゃあもうあれですね、もうすごく言ってくれそうな気がします。すごすごい。やーでもね、どうですかね、何が来るかによりますね。じゃあ撃つね。撃つね。じゃあ行きますよ。パンケーキバキュン。パンケーキふわふわ。ポニーテルバキュン。なびくもんな。サラサラ。ラテアートバキュン。芸術品。ダメダメ。芸術。なんで芸術品。なんかもうすごくないですか、あれスーってしたらあの絵ができるって。芸術ラテアートだからね。それはねちょっとね日本語訳しただけだね。芸術。なんか難しいですよこれ。じゃあね、はい、あ、お願いします。じゃあ私がまた、はい、打ちますよ、うん、じゃあね、赤ちゃんバキュン。うわー、マジ天使の笑顔。おーうまい、それはうまい。ぬいぐるみバキュン。あ、だいたい可愛い子が持ってる。一緒にいるし、ふわなんかモフモフだし、基本的に顔がキュルルンとしてるし。やった、オッケー。じゃあ、いくぞ。お姫様バキュン。うわー、ドレス最高。きらびやか。お星様バキュン。だ、うー、なんてったってキラキラ。キラキラだもん。さすが。願いも叶えるし。おいあれあれあれ、可愛くはないか。なんだろうな、星座にまでなるし、何でもできちゃう。すごい万能。すごいもん。ということでこんな感じでやってきましたけれども、いや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 、はい、難しいもんですな。お、あれマリコさん、あれあれ何のみつるぎ担当してます。あれ、おやおや、おやおや、突然煽るですか。流しの一文字でござる。銃の扱いがとっても上手だって聞きましたけど、あれあれマリコさん、あれということで、こんな感じで、そんな地では私とゲストの方にやってほしいことなどを含め、ふつおたを大募集中です、うん、公式ホームページからどしどしお送りください。はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。3人が日頃の思いの丈を歌ったこのナンバー、しっとりと時に可愛く時には激しくなることも、はい、マリコさんも歌ってくれてますよね。そうなんですよ。あら、歌ったんですよ。楽しみ。いや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 、とにかくまず聴いていただきたいっていう感じですね。そうですね。ではでは、ささぬき大般若長光。
長篠一文字で三剣エレジーフィーチャリング弥生です。お聞きください。どうぞ。今日も京都で料理を作ってはあなたを待つばかり。決して顔に出しはしないが、般若の面はいつも泣いている。私、月に帰らせていただきます。いいの、私はここで待っている。あなたは新しい人がお好き。私だけなんて高望み。暗すぎるよ、3人とも。せっかく綺麗なチャイナドレス着てるのに、なんでこんな演歌っぽい歌になっちゃうかな。でも安心して、私がいい感じに改造しておいたから。これを聞けば会長さんだって思わず押したくなるはずだよ。さあ元気を出していってみよう。1、2、3、はい。ワン、ツー、ニー、ツー、あなたに夢中。キュンキュン止まらない。さあ胸ドキドキ息通せ。三剣だって女の子は大好き大好き。ほっぺにほっぺにチュチュチュ、あふれ出して百花繚乱。大丈夫なのか。雰囲気はすごく変わりましたが。本当に主はこれで押してくれるのか。バッチリ、知恵レベルマックスだよ。でも何か私たちのキャラと違うような。もっとかっこよくならないのか。ああ、やっちゃう。改造完了。かっこいい感じで2番いってみよう。はい、いかがだったでしょうか。うわー、初めて聞きましたね。すごい。うわー、こんな感じになってるんだ。なんかなんだこの新しい、今まで聞いたことないつながりというか。いや、そうなんですよ、はい、これこの後もあるんですけど、はい、またそこもちょっと聞いて本当に、ね、はい、なんでしょうね、物語性のあるすごい素敵なナンバーになって、ね、そうですね、本当に物語性のある、本当にかよく歌えましたよね、これ。いや本当、最初私その変調がやばい、変調って言っていいのかこれ。なんかキャラソンを歌ったのがこれが初めてで。そうなんですか。そうなんですよ。だからこの、まあ、曲を最初いただいて、はいはいはい、見た時になんか、キャラソン歌ってる人ってみんなすげーって思ってこういうことしてんだみんなと思ってすごいと思って見ましたね。いや、もっと普通って言ったらですけどなんだろう、もっと違うと思いますよ多分もうちょっと違う。これだいぶ稀な新しい、だいぶ新しいキャラソンですね。でもすごい楽しかったですね。すごい、いや素晴らしかったです。ね、その、まあ、一番の最初のあの感じがあって、はい、まあ、サビですごい可愛くなるじゃないですか、はい、私が一番最初に撮ったんですよね。はいはい。だから他の方がどんな感じなのかっていうのを、うん、今日初めて聞いて、はい、あ、可愛い、あとすごい演歌っていうのがすごいびっくりしました最初。いやいやいや、すごい、なんか感慨深い。めちゃめちゃ良かったでしょ。あとこれね、そう、ね、その続きがね、気になる方、2番以降はですね、4月17日発売のキャラソンアルバムでフルが聴けますのでね。そうなんですよ、絶対にね、ちょっと聴いていただきたいですよね、全部。続きまして、ザンラジオリジナルドラマ外伝ラジオタン。はい、この番組でしか聞けないちょっとレアなオリジナルラジオドラマ、今回は稲葉郷と長篠一文字のお話になっております。はい、長篠ちゃんはね、うん、どんな名産を持ってきてくれるのでしょうか。うん、それではどうぞ。
さかのあれかな。いや、そんなんね。だってこんな山の中でだよ。まさかね。長篠さん、どこですか。うん、間違いない、間違いないね。これ迷子だ。てか、なんでこんなことに。今日は新商品開発の日だよね。おいしいご飯でお腹いっぱいになる日だよね。長篠さんが今日の名産はボタン鍋だって言うから、私がわーいってなって、肉は新鮮なものに限るって言うから、さらにうわーいってなってついてきたけど、今現在どことも知れない山の中だよ。どうしよう。微妙に長篠さんの見たまは感じるけど、正確な場所はわからないし、茂みが深くて姿も見えない。あとも、今朝の自分の浅はかさだよ。だって考えればわかるよね。長篠さんって銃得意だし、蜜月なのに猟銃持ってるし、新鮮なボタン鍋って、つまりそういうことじゃ。もう、長篠さん、どこ？熊とか出ないよね。馬注意の盾札が倒れてるよ。出るんだ、出るのか悪魔。ああ、長篠さん、ゴー、カモン。驚きすぎじゃないか稲葉子、私が熊に見えるのか。長篠さん、もうひどいよ、脅かすなんて。私は俺はすまなかった。稲葉号にうまい獅子肉を食べてもらおうと思ってな、必死に足跡を探していたら一人だけ先に行ってしまったようだ。許してくれ。ね、許すよ。もう許したけど、私山わかんないから一人にしないでほしいです。うん、わかった。本当にすまなかったな。しかし先行したおかげで収穫もあったのだぞ。どうなの？この先なんだがな、イノシシがヌタ浴びをした形跡があったんだ。ヌタ？ああ、イノシシやシカは体についた虫や汚れを落とすのに泥を浴びる習性がある。その場所をヌタ場、行動をヌタ浴びというんだ。で、そのヌタ場の水が濁ってた。つまり最近ヌタ浴びをした。その通りだ。おそらく1日以内だろうな。おお、じゃあもしかしたらまだ宅にいるかもだね。ああ、ここからが勝負だ。周りに気をつけて進むぞ。はい。と、元気よく返事をしてから6時間が過ぎました。そろそろ日が暮れようとしています。長篠さん、私もうくたくただよ。イノシシどこ？途中までは終えていたんだが、完全に見失ってしまったな。イノシシ取れなかったらご飯食べられないよ。私すっごいお腹空いてます。私も腹は減ったが、取れないものは仕方がない。釣りにしろ狩りにしろ、獲物が必ず手に入るなら誰も努力はしないだろう。まあそれはそうだけど、それにイノシシやシカも私たちに食べられるために生きているわけじゃない。彼らだって生きるために必死なんだ。確かに。とはいえ安心しろ、
ボタン鍋はちゃんと食べられるぞ。え、でもイノシシ取れてないよ。途中の獣道で漁師仲間が置いていった目印を見つけてな。目印？全然わからなかったよ。基本的に仲間内の連絡用だからな。複数人で動く場合、そういったものがないと不便なんだ。確かにそうだよね。私みたいに迷子になっちゃうかもしれないし。いや、それはない。で、その仲間がイノシシを取ったらしいのだ。この先の山小屋ですでにさばいてボタン鍋の用意もしてくれてるらしい。ご飯？そういうことだ。今日は一日歩き回ったしな、さぞうまいだろう。やったー、ボタン鍋だ、ボタン鍋だよ中篠さん。ああ、そう言っただろう。そして奥にはそれを作ってくれた漁師仲間もいる。さっき話しかけたら恥ずかしそうに奥行っちゃったけど、一緒に食べないのかな。不器用だからな、気を使ってくれたのだろう。それよりもせっかく作ってくれたんだ、冷めないうちにいただこう。そうだね。それでは早速いただきます。あ、うん、うん、なんか思ってたのと違う。もっとこう獣って感じかと思ってたんだけど、豚肉に近いね。似たようなものだからな。臭みも全然ない、美味しいです。そうだな。肉の臭みはオスメスの差や血抜きなどの仕事によってもだいぶ変わる。稲葉号がそう感じるということは、あの不器用なやつがいい仕事をしたということだ。なるほど、ありがたいです。メイさんがボタン鍋って聞いた時はピンとこなかったけど、味噌味だしご飯のおかずにちょうどいいし、これ明治館で出したら人気商品になるかも。そうか、それはよかった。私おにぎりもっといっぱい持ってくればよかったよ。なんでここに来るまでに全部食べちゃったんだろう。今日は相当歩いたからな。しかも山中の道なき道、腹も減るというものだ。でもそういうことなら、次回は米びつを抱えて獲物を追うことにするか。荷物も増えてさらにいい運動になるぞ。いや、さすがにそれは、私は食べる専門で。取らねば食えぬのが漁だ。今日はどうにかなったが、次回からはこうはいかないぞ。ボタン鍋、大変美味しかったです。ごちそうさまでした。しかし、いろいろ問題が山積みです。だって、よく考えると今日の長篠さん、何もしてなかったよ。山の中歩いたけど、イノシシ取ったのもボタン鍋作ったのも奥にいた漁師の人だし、ということはこれもその人の名産だよ。はっはっはっは、取らねば食えぬのが漁だって言ってたけど、それならはっはっは、作らねば審査されないのが新商品開発だです。はい、そういうわけですから、今回のボタン鍋大変美味しかったのですが、無効試合ということで。はい、いかがでしたでしょうか。いや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 、今回ですね、はい、外から始まったのは初でございます。ああ、そうなんですね。しかもですね、山
中にですね自分たちで食材を取りに行くというのは初めてでございます。そうなんですね、はい、結構皆さんいろんなところに行ってるのかと思いました。明治館から出ていくっていうのはあったんですけど、あもうスタートから外っていうのはもう初めてなんですね。はい、私は今山の中に来ていますからは初めてでしかも迷子ですそうなんですよ。いや面白かったですね。面白かったですね。いやいやいいですね、はい、なんか結果ね人のやつ作ったっていうね、うん自分なんと我々何もしてないっていうね。そうなんですよね、結局あの撮ってねえなって。そう撮ってないんだよな。人に撮ってもらって人から作ってもらってで美味しいっつって美味しいっつってで帰るこういう絡みになるんだなっていうのがそうですね、はい、見えて素敵でございました。はい、はい、ということでなんとねお別れのお時間が迫ってまいりました。早いですね。あら本当に瞬きぐらいですね体感すごい早いな。嬉しいです、そんな風に言っていただけて。いや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 、はい、でもね来週も引き続き来てくださるということでお邪魔いたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もうねどんな展開になるんでしょうねこちらね。多分ですねその、はい、まあ、古賀さんがやっぱり今日話題にも上ったです伝説のロックシンガーが憑依して私を出迎えてくれるんだろうなって思いますね、はい、やっぱりやばい、うん、これあのロックシンガーそう伝説のロックシンガーが多分憑依して私を出迎えてくれるんじゃないかなそういう風に思います。大丈夫かなこれ大丈夫かなあのねあのこのあのね冒頭であったあのあれのあれっていうやつも、うん、あの前回ゲストの畑さんからの無茶ぶりでいやいやいやもう本当にあの瞬間にあなんて素晴らしいラジオなんだろうって思いましたんでねいやいや次週もかなり楽しみですね。いや怖いななんせね伝説のロックシンガーが憑依して私を出迎えてくれるわけですから最高楽しみめっちゃ怖いどうしよう、普通歌の方もねよろしくお願いします。詳しくは天下百軒さん公式ホームページまで。はい、ということで天下百軒ザンラジオ略してザンラジまた来週せーのごちそうさまでした。今日のお客さんたち、お店で銃撃戦始めるから何事かと思ったよ。でも、楽しかったからいっか。来週も会えるのが楽しみかも。